はい、皆さんこんにちは、劇団おじいです。さあ今日はね、2月4日日曜日、時刻の方は間もなくね、9時になります。はい、9時になったね。さあ今日もね、今2時間ぐらいじっくりとね、皆さんのコメントを見ながらね、まとめました。昨日寝る前にね、頑張って作った動画、公開されてなかったね、ミスってたね。公開設定にして寝たんだけど、処理中だったから無効になっちゃってたね。さあそれでね、元気なおじいと視聴者様の大きな考えの違いで、今から話すことは過去の動画で何度も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 言ってるんだけど、視聴者の皆様はその動画を見ないか、飛ばしてるか、スキップするか、つって受け入れないね、そういったものがあるので、その元気なおじいをね、マインドコントロールするためにはそれなりのものがないと動かないよ、おじいはね。今回はね、動画だけだから一緒なんだっていうね、本当民間機と解放機が全く同じなのか、もう今までおじいが言ってきたことと同じことをまたこの動画で言いますね。はい、ああそれ言ってたねってね、思う方もいるでしょう。まずはね、一人目、ね、滑走路で一旦停止して動き出すのに10秒かかっていませんね。羽田新滑走路南向きね、乗客が減りすぎてプロペラ機になった羽田秋田フライトね、DC-9400 羽田ね。で、10秒かかんねえで飛べるんだよ、ね、そういうのがまずね、やってきました。で、これね、これね、DHC-8-9400 以外の機種ではどうのこうのって、これは9400ね、このリンクが。で、こともあろうか、とんでもないものをね、おじいをマインドコントロールして騙そうとしている、ね、はい、ね、これね、他のプロペラと違う、離陸から着陸まで Q400 の特徴を紹介。エンジン出力は Q300 の2倍で速度アップ、でも機内が静か、ね、解放機の MA-722 って何台ねえ、何台、こういうのってね、同じフェラーリだからね、 F40 とエンソフェラーリは同じなんだね、04やったら同じ速度なんだ、これぐらいでいけるんだっていうね、それと全く同じこと言ってるんだよ、大丈夫、同じスカイラインなんだからね、R31 と R35 同じなんだ、こんだけの加速でできるんだって言ってるのと同じなんだよ、わかる？だ、本当ね、こういうのでね、ファーってドーンってしてる人は騙されるね。おじいはそういうの引っかかんない。今までのおじいの動画を見てごらん。解放機がね、 C5 からね、バーってね、ローリングテイクオフしてる動画を探してきてごらんって言ってんの。全然ね、エンジン出力が2倍のものを持ってきて、ほらこんなに早くいけるんだって言われたって、はーんって感じだよで、だからこうやってネットの中の情報っていうのは、こうやってさもこうだろう、同じだろうみたいな形でしかし変える。
だおじいがいつも言ってんじゃん、あのルテインとかああいうものでおじいが買って、あのいいからね、あの説明を見ると これのあれで学会でね、これのルテインをこれぐらい採取したところ、こういうのが認められました。そこで今回のこの商品は、この同じルテインが、なんと何ミリグラム配合ってね。だ、この商品で、この結果が出たわけじゃないでしょ。だ、こういう差し替えをするのが、テレビの中の、ね、詐欺商法でしょつって、言ってるわけじゃん。だそれと全く同じことを、視聴者さんがおじいに、バンバンぶつけてくるんだよ。で、今度これね、C5 からでも滑走路の残りは 2700m もあります。滑走路開始時から最大加速なら 1000m で浮上できる機種が、滑走路開始の数秒加速が鈍くなっただけで 2500m でも浮上できないなんてわけがないね。もうこの段階で皆さん分かるでしょで、浮上に必要な距離が 1700m も伸びるって言ってるんでしょって、ね、だそんなこと言ったおじい、そんなこと言った、どこの部分で言ったのか、そこを抜粋してごらん。で、おじいがそんなことを、どこで言ってる。で、だこういう人はもうこうなんだよ。だみんなで寄ってたかっておじいを騙そうとしてるんだよ。本当ね、知識がない素人っていうのは、こうおじいよりも知識がない素人、全然調べることしてない、ね、飛行機っていうのは何メーターっていうのはね、乗ってる重量、バランス、向かい風か追い風か横風かね、いろんなものによってね、飛び立つタイミングね、滑走、ものすごく変わってくるんだよ。そんなことも知らない。だからこういうのがキャリア組と同じだって言ってんの。あのスペック比較だけで、テーブルの上で現場を知らない。おじいは知らなくてもいろいろ調べながら現場のつもりになった状態でどうなのかな。だからシミュレーションのゲームの視点と実際のこれは違うよとか、今までずっとその現場の底になりきったつもりでっていつも口が酸っぱくなるほど言ってるじゃん。だこれが卓上の計算のヘリクスマン。これがね、だリスクがある、ちゃんと3つの方法で、ね、ローリングテイクオフの理屈ってものがある、メリット、デメリットってものがある、ね、でそのデメリットを、ね、どうして選ぶのっていうことで、それが民間機と海上保安機の違うっていうこと、ね、でそのローリングテイクオフの要はまして許可がない、要はローリングテイクオフを、要はしろって言われたのか、それとも要請してるのか、じゃあその許可は、ね、そこのところにあるわけで、このローリングテイクオフをなんでしないだってみんな言うんだけど、とっとと行けって言うんだけど、誰が言ってたの、みんなが言ってたんじゃないの。管制の指示は絶対なんだ、おい絶対なんだ、うわぁ、車に乗るんだ、止まれって言わなかった、止まれっていう意味なんだ、うわぁ、かよか言ってたんだってね。かって散々おじいのことを集中攻撃していたのに、なんでこんな時ばっかり、なんでローリングテイクオフでこれ行くのになんか行かないんだってね、何をしてたんだって。だってそんな指示もなければ許可もないんでしょローリングテイクオフっていつもみんながやってるやつなの、それともイレギュラーなの。そこをまずね、当たり前の基準ってものを考えようよ。まずはね、ベースをちゃんと考えようよ。差し替えないで、このスペック上で言うとこれこういうこともね可能であるんだよね。
だからあのもう北国にね、例えばあの新潟とか秋田とかね、ああいうあの寒いところに行ったらもうそこの住人は全員殺人鬼になれる。みんな殺人、いつでもいつ人殺しかわからない。なんでかね、つららだってね、狂気になるんだ、殺せるんだね、そんな狂気がみんなあのお家にみんな狂気がある、そうでしょう。でそんな狂気がぶら下げたあのお家の周りで通行人にバンダンダンバーってこうなる時だってあるわけでしょ、ね、だそれと同じなんだよ。みんなが狂気をぶら下げる危険な話するんだろうな、殺せるためだ、いくらでも殺せるんだみたいなね、こんなあのカタログスペックで言ってるのとほとんど変わらない、そういうことがね。なのでね、本当孤島の滑走路の短いところのね、ケネディジャーナルとね混同しているのでは。羽田の滑走路は3360メートルまで、進行から2700も残ってる、ものすごく長いの。だから何、だから何、それがどうしたんですか。そんなことはこの動画のシリーズが始まって以来の新滑走路ってどういうもんだろうかっていうね、あの徹底解説ってやったけど、あそこら辺に出てきた話だよ。新滑走路の長さっていうのはどのようにしてこう、あのこの時には建設で、でも危ないって言われた住民がどうのこうのってあったけども、これを完成して併設して新滑走路ができてっていう、この新滑走路の特有のいわき付きのやつっていうのも、ここら辺の長さが長いっていうのは序盤におじいが説明してたんだよ。それがまたあのブーメランのように戻ってきてる。おじいが言ったことをまたブーメラン、これ知ってんのって戻ってきてるね。なんかわけのわからないことになってる。じゃあなんで飛行機は、じゃああなたの理論で言うと滑走路の長さがあったら、なんでギリギリの落ちるか落ちないところまで行って必ず飛ばなきゃならないの、ね、そうなっちゃうんだよ。何メーターあるからどうなるかなってね。だから本当卓上理論ね、飛行機が飛ぶ時のねにはいろんなことを計算しながら飛ばなきゃならない、ね、新滑走路は ある程度余裕を持ってる滑走路なんだけども、ね、そんなことは一言も言っていない、ね、そんなことは一言も言っていない。ローリング帝国のお話をしてるんだよ、ね、どん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 話がすり替わっていく、ね、これ MA722 同型のボンバルディア機のローリングテイクオフ動画ありますね。でローリングテイクオフの動画がありますって、これね、これ見たんだけど、これね見たんだけど、これで動画滝だよーしてこう、ね、動画滝だよーってね、動画滝、まあいいや。それで滑走から25秒、ね、1000メーターで、離陸していますってね、書いてあるんだね。1000メーター離陸する、ね、でこれが、動画滝、ね、滑走開始から25秒で1000メーターで、離陸しているね。こういった例もあるよということで、ね、動画滝、ね、でこれが、まあ、厳密にローリングスタートかどうか、ね、ローリングテイクオフ、ね、うん、おじい F1 ばか見てるからあのそっちの方になっちゃう、いつもね、何十年もずっとあれ DVD 見たでしょ、紹介のずっととあのアリバカだったんで民放やってないかね。まあそんなわけで、まあこのお話はこの次に持ってくよ。であともう一つね、でこれが一番困るパターン、これやめてって言ってるパターンなんだよね。何のリンクかわからないもの、こういうものってあのフィッシングとかあのウイルスとかそういうのばらまくやつに多いやつなんで、これは絶対にやるなっていうルールなんだよね。だからおじいがこういうあの全部許可していないっていうのはそういうことなんだよ。まあおじい許可してこう表示させるんだけど、ね、
だからこの中身が何なのか書かないのにほらほらこれこれって言って、これが今の世の中のネットの中で主体的にこれやったらいけないよっていう、もう ここ今の時代でこれをやるやつって悪人なんだよ。悪気がある悪気がないの問題ではなくて、日本のフィッシングの詐欺のサイトとかね、やってはいけないよルールってこれ知らないってことなんだよね。だからもうそういうのやめてくれってこう、言っても、だからここの内容を書いてくれって書かないと安心していけないでしょっていうのがあってね、参考にしたってこれ何なのっていう、ね、これが一番困るパターン。まだ見てる常連さんの場合はね、だいたいここの何分ぐらいからでこのタイトルを書いてくれて何分ぐらいだよっていう ねこうやってこのタイトルを書いてくれて何分ぐらいだよってこうやって書いてくれてあるじゃんね。なのでこの Google のルールで外部誘導のリンクっていうのは禁止されてる行為なんだよね。おじいのチャンネルをバンさせるために悪意を持ってやってるとしか受け取れないんだよ。YouTuber にとってリンクを貼れるってことは攻撃されてるのと同じなんだよ。だから禁止行為だからやんないでねってこう表示が出てるから、こうやってみんなやってくれてるんだよね。だからそういうルールをね守らないでね、しかも中身が何なのかわからないものをドカンと出されるっていうのはね一番怖いこれだね。それで、今度は今度ねまたここのね番号がまた同じものではないんだけどもね、ここのところでこれを見るとこれのね、滑走海上保安庁ね、まあ、J722A って書いてあるけど、これの滑走が4分11秒から違う3分48秒から11秒まで48だ58で8 23秒ぐらいね、タイムカウンターも一緒にやりながら止まってから行くまで23秒ぐらいなので、最短で、30秒を切ってますね。今のところ最新記録ね23秒というのが出てきました。それで、元気なおじいの基本っていうのはね、まあ、今回のこれが一番最後の大取りに持ってきたのはね、まあ、とりあえずこの型で持ってきたので一応取ってるんだけど JA722A ってね書いてあるからね、これ同じだね、うん、これね同じなんでね。でこれがこういうのをおじいは求めてるんだよ。これがでこれは止まってから飛び立つまでの最短時間が23秒ぐらい約ね。でローリングテイクオフで、テイクオフではない、ね、でおじいがずっと言っていたのは一番最初に見ていた内容で視聴者さんから のコメントにもあったようにね、まずは海保のルールがある。でそれを言うと入念な指差し確認をしている、要はブーって行く前にそこまでこう行って止まってから中で何やらこんななってやるとかこんななってやりながらやって、それで、ブーって回ってからダーって行くね、だいたい30秒ぐらい、ね、かかってる動画があって、で中でこうやってやってるよねってズームしながらね、でそれは飛ぶまでになんでこれ40秒もいるんだろう、何をやってるんだろうってね。おじさんの運行前点検っていうか、ね、運行前点検なんてそんなもの車庫出てくる前にやるの決まってるだろうって言って、でそうしたところその飛び立つ前のね、確認だよね、そういったものをやってるんだよっていう。でなるほどねっていうことで、でバスの運転手でもタクシーの運転手でもそうだよね、そこのルールっていうものがあって必ずね、これを見てる皆さんは絶対にやらないね、発信する前にね、おじいは1枚やってるよ、2種持ってるからね、ちゃんと後方確認して右見て左見てね、安全かなって、それからウィンカー出してビーって走り出したりとか、止まる時とか曲がる時だってちゃんとこうやってね、目視を必ずするし、こんだけひねってやってるし、おじいの過去の車の中の運転の動画全部見てくれ、それをやってない動画は一本すらないから、
90度以上こうやってねじ曲げて全部見るから、車接の時も、ね、で車庫を入れる時も全部窓を下げて、雨が降ってようが濡れながらね、こうして目視で見ながらバックするから。だからおじいよく言ってたスーパーカー YouTuber が、あのね、新車で買ってもバンパーバンパーぶつけるわ、アルミガリガリこするわね、へったくそだなーつって。おじいはあのね、この間15年6年かね、あのデミオビッグモーターに持ってってもらったけどね、綺麗なもんだよ、アルミだってガリ一つなくてね、ちゃんと目視でちゃんとやってるからだよね。なのでね、本当どこに行っても海保はね、海保で海保のルールがある。だからおじいはその警察にしても警察車両とか白バイ隊員とかね、ほんで置いて、よしじゃあ行くぞ、ブルルルキュルルルブワーってね、行く、そんな白バイ隊なんていないよね。ちゃんと毎日毎日、もう昨日やったからもう大丈夫ですか、車検帰ってきたばっかだから大丈夫でしょなんて、そんな白バイ隊員いないんだよね。必ず朝全部の点検を全部やるんだよ。でそれから乗っていく前にもちゃんとね、エンジン温めるし、でちゃんと行く前のこの確認をこうやってやるし、これを見てる皆さんは絶対にやらないことをやってるんだよ、公務員というのはね。でタクシーの運転手はきれいに乗ってもらう時に毎日洗ってるしね。だからそこのね、5に入れば5に従いのルールっていうのがあるんです、必ず。でそれをだからそのやんなければならないものね、それが状況によってとか人によってとか経験によってとかね、早くできる人もいれば早くできない人がもいるしね、そのコンビにもいるだろうしね、ベテランベテランコンビとかベテラン新人、これこれってってこうやって教えながらやると、やはりそこで数秒の差ぐらいは出てくるね。なのでこの通常のイレギュラーでこんなことができるんだっていう卓上のね、計算ではなくて、通常は海上保安機はどのように離陸しているのか、この当たり前をなぜ受け入れない、当たり前を基準にしてイレギュラーがある、なぜそこを考えられないね。じゃあ海保機と民間機の中身は同じなのか、同じなわけがないじゃんね、同じなわけがないじゃん。海上保安機ね、でパトロールに行ったりとか物資を運んだりとかね、でなんかの装置みたいなとかレーダーみたいなとかね、シートかぶされてたけど、そういうのも紹介したじゃん、視聴者さんが寄せてくれて。そんなもの民間機には入ってないじゃんね。ありとあらゆるいろんな条件が違うんです。で海上保安庁だからこその装備も必要だし、条件が全く違うんです、ね、で民間機とね、海上保安機、自衛隊も含めて同じじゃないんです。全く同じだったら苦労はしない、全く同じではないから、だからいろんなところで問題が出るんでしょ。違うの、同じ飛行場で民間機とそんなに一緒にするでねえよって言うけど、なんでそれを言われるの、どうして。ただ乗ってる人間が違うだけなんだったら別にどうでもいいじゃん、一緒に使おうが使う前が、そうでしょ。でどの飛行機もね、スペック通りにね、天候だとか風向きだとかね、そんなものも関係なしに、スペック上、ああこんだけのメーターがあるからね、こんだけの種類でこれをいける計算なんだってね、はい今日は晴れてるからね、20ね、10秒でパンって上がってくれ、
今日は台風でこんな横飛びになってるけども、でもスペック上いけるんだから10秒で上がってくれとかね、ポン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 って駆け出しやってるのね。だ本当にね、その海保には海保のルールがある。これをなんでガン無視するの、ね。なので、おじいが不思議に思うのはね、あのここの一番最後のこれね、まあ、この投稿内容はね一番ルールがないものなんだけど、おじいが求めてるのはこういう例なんです。でこういう例で、例えばあのね、あそこのあの羽田空港に所属のね解放機なわけでしょ。 MA72 には特別投下からやってきたわけじゃないでしょ。ブレインパルスみたいに一年に1回か何年に1回たまに来たわけじゃないでしょ。そこに所属してるんでしょ。だ羽田からずっと何年も所属して飛んでるってことはね、 C5 の滑走路ぐらい何度も何度も使ってるわけじゃん。そうでしょ。だからアマチュアの無線のバックアップなり映像なりで、だから C5 からのローリングスタートしてるのとか、ね、マッハで飛んでってるやつ、それをだから探してごらんって言ってるの、ね。だからあのね、だこうやってあの動画だけとは言っても、ね、民間機と同じにするものではないし、ね、あの一番ひどいのは、ね、エンジンが倍も違うのに、ね、動画だけがって言いながら、ね、こうやって差し替えちゃうとかね、だからどんどんエスカレートしてくるんだよ。だからこのちょっとの違いを許してくれたから、じゃあこっちのちょっとの違いもいいだろう。どんどん別のものになってくる。じゃあダメな境界線はどこなんだ。だからどんどんあのエスカレートしてくるんだよ。ここまで行くで、行くでどうだろうね。あの中国のあの埋め立てて領土をどんどん広げていくようなものと同じなんだよね。で日本のここまで海域に帰ってきてもね、別にあの何もいかんであるしか来ないな。じゃあここまで行っちゃい、あのいかんであるな。あ、じゃあ、韓国だからね。じゃあ助力したい旗持って、ね、いかんである。あ、結局同じだ。はい、みたいな感じで、ね、ここはうちなだ。出てけ、出てけって、だんだんエスカレートしてくるでしょ。これと同じなんだよ。ただ、あの厳しいところっていうのは、ね、あの一切もう認めない、ね。同じものでないと認めない。だって5に入ると5に従いでルールが違うから。でおじいはね、こういったものもネットで学んでるよね。17ライブね、17ライブっていうのが、ああいう投げ銭タイプのライブ配信でものすごく月に数千万円稼げる一番すごいやつなんだよね。あっちの富豪さんとかが相手だからね、みんなこぞって一括千金で狙って17ライブに行く。だから17ライブは他に比べたらめちゃめちゃ厳しい。しかも後ろはみんな背景あの布でやってる人が多いでしょう、ね、あの徹底してるんだよね。あのライバー事務所所属のライバーばっかだから、あそこはね。で真っ先におじいがバンクだったのが、所属していながらいきなり一発目の配信バンクだったんだよ。車で車で長ら運転、スマホは禁止でしょ。だからおじいの場合は助手席の後ろのところのね、ヘッドレストのところにつけてもうスマホ見れない状態にして、お得意の、ね、独り言でずっと喋り続けるからね。だから前とこう違う出しっぱなしで独り言でずっと言ってて何も一切見ない。見れば映るでしょ、見ない。それでやったんだけどバンで、なんでかっていうと、スマホに触ってないし、違法な行為でも何でもないじゃないか。なんでそれをやるんだ、ね、そしたら、どっからどこまでが、じゃあこれを見た見ない、これは違法だ違法じゃないって言ったら、境界線でね、もうキリがなくなるから、とにかく車内での撮影は一切全部禁止なんだ。その理由で、バン。なるほどね。他のところは、流れでこうやってやったとか見たとかって言ってね、そこのところの判定で運営者が決めてね、バンってやるんだけど、すっごい厳しいなと思って。
そしたら今度は、他のコーチとね、カラオケ、ね、よく司祭に行って、こう、カラオケなんか行くと、ルール違反、要はカラオケの出てくる映像とか、ね、そこの第一交渉なら第一交渉とか、シェガならシェガとか、全部オリジナルの動画を作ってるんだけど、著作物なんだよ。で、それを映しながらカラオケやる子供たちって多いんだよ。著作権侵害なんだよ。で、それを映さないでね、映さないでね、映したらダメだよ、著作権があるんだよって厳しく言ってても、映しちゃうのが多い。どうなったのか。ね、カラオケボックスの中での配信はね、それを映そうがしたまいが、そこの中でやる行為自体が禁止。ね。許可を取っていようがいまいが、そこでの配信は禁止します。そうでしょ。だからね、おじいは厳しすぎるかなと思ったけど、そこまでやらないと日本人はダメだよねと思った。本当。だから、日本ではないね、イスラライブ。まあ、ライブ配信、純粋な日本というと、フワチとか、ね、ああいうのしかないし、アフリカテレビも韓国から来たやつだし、で、まあ、追加しぐらいなもんじゃないの。だ投げ銭システムは、全部中国系から全部来てるんだけどね。だあっちがルールなんで、ね、こっちがルールではないから、ね、だから本当にね、5に入れば5に従えっていうね。中国ってコロナで、ね、やったらね、マジやっぱりバババババってね、カーってバババって書いてある、帰れとかね、しょっぴきぞってね、当局に教えて書いたりとかね、ああいう動画が流れたでしょ。やりすぎだって、そこまでしないと言うことを聞かない。だからそういう系統でああいうイスラエルとかいうところもめちゃめちゃ厳しくやっている、そういうことなんだよ、ね。まあ、日本のやつはね、多分会社自体はこちらね、権利をあれしてやってるだけだと思うけれども、ね、そういうことなんだよ。だからとにかく健康職員でも何でもそうだけど、この学科でね、こうこうこうでね、こんな研究が出てる、これがね、これと同じ成分がこう長いでアメリカでも入ってるんですよってね、こういう差し替えはおじいは認めないってこと。ね、だから、その、ね、どんな車があってもね、このスーパーカーは、こんだけのね、性能で走ることができるんだって言っても、じゃあ、そこのところではそれをやってるのかどうなのか。ね。いろんなフォーミュラとか、ああいうレースでも、そのレースによってみんなルールが違う。ね、いやー、これはこんだけのパワーから、ここまでこうして、クワーってやれば、こんだけいけるのにって言っても、全部、そのカテゴリーごとのルールがあるから、ね、そのルールに従ってやらなければならない。そういうもんなんだよ。同じ動画だけであろうとも、ね、民間と海保では、ね、その出発の仕方とか、だってバスとかタクシーとか何でもそうだよ、みんな、用意室であろうが何であろうが、ね、ディズニーに行ったって何したって、みんな同じだよ、そこの機械をみんなやらせるためには、ね、何分かぐる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 やって、ね、で、そこのアルバイトが一人ね、人柱になってバーって行ってきて大丈夫なのを確認して、それから解放ってなったりとか、そういうルールがあるんだよ、どこの世界にも。その場所によって全部違うからね。飲みに行けばね、1時間3000円ぽっきりね、 A というお店の1時間は60分、 B というお店の1時間は20分、 C というお店のね1時間は5分、いや、うちのお店は5分1時間ルールなんだってね。昭和の時代はみんなこれが当たり前だった。1時間って言ったからって、いや、お客さん、うちが5分1時間だから、お客さん60分もいたからね、要は、1時間3000円ぽっきりだからね、そりゃ、かける12になりますよ、つって。はい、何万円。ぼったくりだー、いやー、ちゃんと入店した時にここに書いたでしょ、あそこにほら張り紙でって、どこ、あそこちゃんと入口のところに貼ったんじゃないですか、見えないよあんな細かいの。いや、それはお客さんが見なかっただけでしょ、ちゃんと書いてあって、同意して
どうしたの足袋が書いてあるじゃないですかってね、これはシェイクの正当な請求ですよってね、ひどいみたいなね。だあのどこに行ってもそこのルールっていうものがねあるんですね。なのでね、本当ね、このローリングテイクオフをねやるんだやらないんだね、それができるできないね、そういう問題ではないね。イレギュラーを選択するような状況、そしてそのやり取りがないってことね。だからね、で故障であったらそれはちゃんと報告するわけだし、故障で止まってたんだったら真っ先に管制塔に連絡ね。で連絡できないでバーンって来ちゃったとしても、生き残った機長がこういう状況でしたっていうのをねちゃんと報告するし、当たり前じゃんこんなので。逆にそれを伏せる理由はないじゃん。そうでしょ。そんなものは隠し余地はないんだから、ね、だから特にローリングテイクオフの場合はローリングテイクオフの要請があってそれを許可しますっていうね。今ね Windows 10のバグで検証されてないのがあるんで紹介したかったのが、本当はフォルダごとバーンってやってるんだけど抜けちゃうんだよ Windows 10だと、ね、ね、こっちに来れなかったのどれだろうな。どっかで引っかかってる。あった。ね、ちょっとこう転送エラーでね、引っかかっちゃったやつをちょっとお見せしましょう。この2時間の間にね結構ねやってるんだよ。これね、これを見ながらね、こういうのがあって、この流れから言うと、これがねローリングテイクオフを要求するね。で、このね要求通りに承認しますみたいな、このやり方があるよね。2種類ぐらいなかったかな確かね。ちょっとおじいもおろ覚えなんだけども、このローリングテイクオフの場合は承認が必要、ショートカットしていく指定もねそうなんだけども、そこのところでこのやり取りの流れで通常の離陸と違ってね、要は離陸許可しますとかね、入って待機とかこういろんなあれがあるけども、要はローリングテイクオフの要求と要は承認、ここはローリングテイクオフ用にちゃんとあるんです、言葉が。でここの飛び立つまでの飛び立つまでの飛び立つまでの中でね、ここのタワーの役目があくまでも離着陸の許可を出す係なんです。承認します。ここに権利が持ってるんです。でここは権利がないんです。要求に対して許可をするね、
出生指示をするのはこのタワーしかできないんです。グランドはできないんです。でタワーと解放機のやり方が一般公開されている内容は1個しかないんです。ナンバーワン、おはよう、 C5 の待機所に向かって地上走行してください、ね、この内容だけなんです。で C5 は本来は機長にね、確認を取らなければならないのに、それをしていないってね、記事になっていたよね。それをやっていない。で、公開されていない内容で、解放機からこのグランドに対して C5 からのね、なんだっけ、オンタルデパーチャーで、ね、行きたいっていう、ね、そういう要求を解放機からしてたわけです。タワーには何一つ一言言っていないんです。初めて言葉を交わしたのはね、解放機ね、ナンバーワンをね、こんばんはだか、こんにちはだか、ね、C5 の待機所に向かって地上走行してもらう。これが発した唯一の指令なんだよ。一般公開上はね。で、解放機はタワーに対して、タワーから C5 に向かえと指示をされた。最初言ったように離着陸の許可はこのタワーの権限しかありません、ね、なのでここの確認を怠っている。でもこの内容が残ってない。鼻水できた。インターなんちゃらデパーチャーね。でそれをグランドに対して要求したので、本来はタワーは知らないはずなんだけど、隣同士でやってたりとか、あとあのタワーの無線が男になったり女になったりね、だごっちゃになってっから、そうでしょ、ドカーンの時も166便にゴーアラウンドって言って、でここの人が風がどうのこうの女子横に何だか何だかってその後指示してたでしょ、ね、だこれができるのが横で聞いてあれやってるからじゃん。だから信号を要請するよってグランドに言ってて、じゃあ準備ができたらタワーで連絡してねって言ってるけど、タワーもうそこでちゃっかり聞いてるわけだからね、だからはい C5 向かってってね、だからここのところで C5 で優先的に行きたいんだってね、だからじゃあ C5 向かってってね、 C5 からの要請に対して C5 向かってって、だからこれがだから許可だと思っちゃうっていう。でその時に違う時間帯だからね、ローリングなんとかで点々点で何言ってか分かんなかったって無線があるよって話したんだけど、そこのローリングテイクオフを要求していたかどうなのかっていうのは、ここはアマチュア無線のあれでは明確に分からない。でもローリングなんとかって聞こえるよねみたいな、そういうのもあるよってことでしょ。でもそこのところにはないけども、もしそこでローリングうんちゃだって聞こえるようなものが解放機のローリングテイクオフを C5 から希望してるんだよってことであれば、それがそのまま確認も何もないけど、ね、じゃあ C5 に向かってってって言ったら、じゃあ C5 から行ってもいいんだねってね、生までも行ってもいいからねって、だったらローリングテイクオフだったらそのまま入っちゃうよねって。でもローリングテイクオフだったらなんで止まったのっていう疑問がなるわけで、40秒止まるのはおかしいじゃないかってことで、40秒止まってるっていうのはローリングテイクオフじゃなかったから止まったんでしょう。普通に行くために止まったんでしょうっていうね。だからローリングテイクオフするためのメリットデメリットってのがあるから、でも普通の飛び方で飛ぼうとしたんでしょう。それで30秒ぐらいかかるよね、平均的に30秒前後ぐらいかかるよねっていう、そこまでの流れだったから、今日が23秒とか出てきたけど、
そこの状況によるからね、全部ね、最短で23秒ができる人がいたから、他の人もみんな23秒でできるんだったら、ね、みんなベン・ジョンソンになっちゃうよ。そうでしょ、ベン・ジョンソンがあの何秒で走れたんだから、じゃあマリンもみんな何秒で走れるはずだったら、みんな同じでしょ、ね、もう何も言えねえっつってやめたらもうね、あのこんだけのタイプで走れたら、じゃあ日本人みんな真似いけるじゃないかで、ね、みんな何も言えねえって なるわけじゃん。そうでしょ、だ何も言えねえ人だってね、いつも何も言えねえタイプで泳げたわけではないでしょ、状況によって変わるわけでしょ、ね、だから一発ここの時に何も言えねえタイムが出たからね、ここに出ても何も言えねえタイムが出るんだって、それはおかしいだろうってこと、ね、状況によってもう2つとして全く同じタイムはないんだよ、ね、そういうことなんだよ。だから止まったってことはローリングテイクオフではなかったっていうことなんだよ。で、そこにもう一個としては何かトラブルがあって故障したんではないかっていうね、そういう説でも、止まるところまで、20秒滑走路に入って止まるまで20秒で、止まってから40秒で、どの段階でじゃあ故障したの？ね、そこの故障だと止まってた40秒のうちのね、もう35秒とか40、35、36、38秒とかで突然プツンとね、ブーってストールしちゃったとかさ、ね、なんかエラがブルーってなったとか。突然なんかそうならない限り、だってどう考えても40秒の前半の押し故障したら、それは緊急事態なわけなんで伝えるよね、黙ってないよね、これ当たり前だよね。だからね、その可能性はものすごく低いよねっていう、もっと早い段階で情報が出てくる。だって人の責任よりも機械のトラブルにしちゃった方がごまかせるから、いろいろね。なのでね、普通に行こうとしていた。でおかしいのが、その C5 までね、 C5 の待機場所まで向かってって言われて、それを復唱してるんだよね。C5 まで向かって C5 のルートで行ってもいいよっていう、その C5 のルートで行ってもいいよと、滑走路の中で、じゃあ待機せよ、その滑走路の中で待機せよっていう、またその呪文があるんだけど、その呪文は発していないんだよ。あったとしても隠されてるか、その呪文がないんだよ、ね、とりあえず一般公開されているのは唯一ね、C5 のたまり場所まで地上走行せよ、これしかないんだよ、ね、だからそこまで地上走行の間に、その前後の空白の時間があるっていうところで、その空白のところで行ってもいいよがあったんじゃないのかっていうね。でそこがミステリーゾーンなんだよね。そんな空白の時間ってあるのかっていう。で1ヶ月経ってからやっぱりなんか勘違いがあったかもしれないってね、かもしれないで言っていた発言が出たなと思ったけど、その可能性も否定はできないとかっていうことで、その記事のつながりおかしいよねみたいな、本当に言ってたのみたいな、いや言ってたんだったらこの流れにならないよねみたいな、そうでしょ。だからあのメディアの記事の貼り合わせが不自然な貼り合わせになってるんだよ。だから本当にその記者がそれを言った発言なのかな、それとも大人の事情でそっちに持ってった方が折れる何かがあったのかなっていう、どうしても消しされたいものがあったのかなっていう、ね、だから要はその
出されていないカード、要は一字一句一言違うだけで大事故にしたことっていうジャルスカイのあの文言があったように、そこのカードが抜けてるか抜けてないかだけで大きく変わってくるんだよ。ここの抜けてる隠されてるカードがね、場合によってはロイヤルストレートフラッシュになる可能性もあるし、ただの豚になる可能性もあるんだよ。そういうことなんだよ結局ね。だからこの流れから言うと、あのローリングテイクオフのつもりで騎手は入っていない、全く入っていない、全然入っていない、ね、それが映像から見てわかるよねってこと。映像から見てだってカクンって自身で止まってるんだよ。カクンスってライトがピロリンって動いて止まってるんだから、スーっていって、で最後止まる時にゆっくりになってるけど、それがこう曲がってそこの止まるまでの時間、ああなるほどね、おじゃあこうやって見えて、こっからここまでが1分かかったから1分だな、でも最後止まるまでこう時間かかる、それがこうおじこう曲がって斜めからだからこれが止まってるに見える、ああなるほどと思って、そこが確かに20秒ぐらいだよねって感じで、ね、それから考えるとずーってね、滑走路に出てから C5 までゆっくり向かって、でウィーンってこうライトがビョーンってこう止まって、こうやって止まったんでしょ、こう向きがこうちょりちょりってこうなったからね、だから自身の意思で停止してるんだよ解放機は。だからもうその段階で無線の段階がないし、その要請、それに対しての要請もなければ許可もない、どっちもないで、映像からそれらしい素振りもない、ね、なので、ローリングテイクオフ自体のことを出すっていうのがちゃんちゃらおかしいでしょうっていう。で通常の発信において解放機の発信の仕方、ルール、当たり前っていうものがあるわけでね、ここでどんなに急いだとしても23秒はかかってるわけでね、そのマッハで急いでいってるのが23秒ね、あとはイレギュラーな内容でショートカットをするのはね、内容とかいろいろあるけどもね、まあ同型機であって全く違う民間機とね同じではないし、そこの解放機と民間機の発信の仕方、ルール、準備、全く同じではないし、ね、そこはね違うじゃないかなと思うんだよ。おじいが今回の情報の中で一番の情報はこの方のね、ご参考にっていう、これが一番二重丸、今回のタラタラってもらった中でこれが唯一の参考になる情報だった。これがね23秒、これがね、これはローリングテイクオフとは全く関係ないんだけど、バーンってもう準備が終わって止まってからブーって行くまでに23秒、ね、今まで見てきた中の最短タイムなんで、これがねこんな感じです、感謝いたします、ありがとうございますね。まあ、できればこのタイトルを貼り付けていただけると一番ありがたいです、ね、そんなわけで、ね、これでもなんで動画で言うかっていうと、この方に文句言ってるわけでも何でもないんだよ。おじいのチャンネルの方針として昔からそうなんだけど、一人こういう人がいるということは他に腐るほどいっぱいいるんだよ、びっくりするほどいるんだよ。だからこの動画を見てくれた人がこれ、あ、そうなんだって、そういうところを知るきっかけになってくれたら、ネットの中のネチケットがどんどん広がっていく。もう無法地帯だから、今のネットのルールとか取り締まりとかそういったものが全然できてないからね。だからもう無法地帯、本当やりたい放題、知らなかったでね、ご利用しする日本だからね。だからそういったルールもみんな教えてくれる人いないし、おじいのチャンネルって結構平均年齢がみんなもう定年前後なんで、
ね、圧倒的に 97% がみんなそうなんで、あのデータベース見ると。だからあのもうわしゃ知らんっていうね、わしゃ知らんぞってそういう世代が多いんで、ね、だからあのジャニーズのね、いろんなやらかす大御所たちね、もうそこになると言ってくれる人がいないんだよ、ね、言う人がいない、遠慮して見て見ぬふりで、おじいはこのチャンネルではあの言うんだよ、唯一だ、おじいもあの周りがね、ライブ配信時代とかそういうのも含めてね、あのいろんなどこのあれに行ってもなかなか遠慮して言わない人がいる、ね、でもおじいがお世話になった社長はガンガン言う、もうおじい周りで言ってくれる人いないでしょうって言うから、いないねってね、うん、だから私は言うよっつって、うん、ありがとう、ね、いろいろ耳が痛いけどありがとうってね、それをまず最初は反発してたけども素直に受けるところから始まって、それからあの世界が変わってきた、いろいろね、うん、で相手の立場になったり客観的に物事を考えたりね、積極的にもっともっと知るようになるし、自分自身を否定していたけども自分自身を認めるところから、ね、やりなさいって、そして今がある、ね、なので、やっぱおじいがそうだったように、もうできない世代の人っていうのが多いんだよ、変えることができないっていう人が、ね、なので、本当世代関係なしに、おじいはもうネットはね、まだ本当にね、インターネットっていうのが普及する前からね、結構おじい関わってるんで、ね、いつも言ってるけど、まだニフティっていうものがね、まだ草の根ネットって呼ばれるね、もうご先祖様の時代からね、先輩のところでね、ずっとデータもらったりとかいろいろやってたんで、ね、インターネットなんて個人で引っ張るのってえらい余裕がないと、お金持ちしかできなかったから昔はね、だから自分で自力で引っ張ることができないから、ずっと先輩のところに行ってね、お願いお願いって毎日通ってたよ、本当ね。小時代からいろんなものを見てきて、いろんなトラブルとか詐欺とかそういったものに使われるのを見て、あれが炎上してこれが炎上してって、ずっと文字の時代から、まあ、ドスの時代だよね、そういう時代からずっと長年見てきて、ね、でネットの中のエチケット、ネチケットっていうのがあるんだけど、みんな知る、わしゃ知らんぞって感じだから、ね、だから別にこの方に厳しく言ってるのではなくて、これはこういうもんなんだよ、ね、Google にはこういう Google のルールがあって、悪気はなくてもバンされるんだよ、ね、バンされたらたまったもんじゃないでしょ。ね、だからそれはやめてねってみんなに言ってるんだよ、ね、ちょっと面白がってベタ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 貼る人がいる、だからおじいはチャンネルは承認制にしてるんだよ、ね、まあそんなわけなんだけどね、まあいろいろあるんです、事情ってものがね、おじいだって悪気があって言ってるわけではない、ね、こういうネチケットを伝えることによって自己防衛にもなるし、でおじいのチャンネルがまあいいよいいよしょうがないからみんな知らないからっつっても、その人の迷惑行為がおじいのところでやるっていうことは、他の人のチャンネルでも同じことをするってことなんだよ、ベタ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 ね、だからその伝え方とかね、許可を持ってとかこのやり方があるんでね、そこのところ本当に Google のサービス、そんなこと知らなかったもん、これやったらバンになっちゃう可能性があるのってね、知らなかったんだよってね、だからそれと同じようなことを、ね、知らなかった知らなかった知らなかった、いえ、で悪気はなかったんだけど5人死んじゃったっていう、これと同じことじゃん、知らなかったんだよっつって、うっかりなんだよ、ちょっと間違えちゃったミスしちゃったで、へプラね、こういう命が奪われちゃうんだよ。それと同じことがチャンネルの主に襲いかかってくるので怖いんだよ。そうでしょ。
なので、あのおじいがよくね、昔から言ってたんだけどもね、投稿してる人はチャンネルも持ってないし、じゃあその発言で自身がチャンネルなくなっても、チャンネルを持ってないわけだし、で、あの、バンされたらまたアカウント取り直して、それで発言すればいい話だし、痛くもかゆくもなんともないでしょうって。でもこっちは全部抹消されちゃうんだよってね。あの、失うものが大きいんだよってね。だから必死で守るのは当たり前でしょって、よく昔は話してたんだよ。ね、でも相手の気持ちわからないから、ね、そんなことは知らないもんってね、こうやって来るでしょ。それを僕に攻撃してくるでしょ。わしは知らんだからよーみたいな、そこまで言うのかーみたいな感じで攻撃されるんだよ、またね。まあそんなわけでね、まあ、とにかく今回の問題はその動画できたからどうのこうのとか、そのローリングテイクオフはどこを取っても可能性の彼女も何にもありゃしないんだよね。あの、もう匂いすらも何にもないね、もうピピピピとも来ないしね、ピピピピってこの妖怪アントナみたいなのがね、ピクリともしない、ね、ローリングテイクオフ、ローリングテイクオフ、ローリングテイクオフ、ピクリともない。秘書がうっかりした、回線のミス、ね、だこういうね、直感的なものがあるんだよ。はい、そんなわけでね、本当テーブルの上でね、スペック比較をしたからね、こうである、あである、何メーターでどのこのであるってね、そういう単純なものではない、飛行機が鉄の塊が浮くっていうのはね、そういう話、それを使う時っていうのは本当の非常手段ね、123便が乗ってくみたいにね、引き上げろね、曲げてます、上げろ、ぶつけるぞ、ね、だからね、右だ右だって言うのがね、左だって言うのがね、浮き上げろ、上げてますみたいなね、こんな感じでね、通常ではあのやんないようなことをね、ガン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 やんなきゃなんない、ね、そういう状況にならない限り、やらないことをこれができるんだ、トカゲができるんだってこうやってくるからね、だから普通にこの流れでこの中でこれやらないでしょって、どう考えたってこじつけでしょっていうね、そこを言ってるわけで、だからその いろんな説があるよ、いろんな説があってやるんだけど、その説が出てきたら、じゃあ裏付けができたら候補になる、裏付けが取れなかったら候補にならないんだよね、そういうことなんだよ。だからローリングテイクオフはその裏付けられるものが何もないんだよ、ね、だから本当の普通に考えてみるとないよねっていう中からね、重箱の隅っこペペペペペ、いやいやいや、やろうと思えばさ、スペック上ではさとか、滑走路はこんだけやってこれでも落っこっちゃうってことなのかみたいなさ、ね、そんなことをお話ししてるわけではないんだよ。映像に残ってる状況から何を連想するでしょうかってことなんだよ。実際何が起こったのかなってことなんだよ。何かをこじつける、そういうゲームではないってことなんだよね。だからだん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 外れていっちゃう。ね。だから何かがあると、今までなかったものが出てくると、ああ、それもあるかもしれないって、こう、うっかりこう、この緩んだ心にバーって入ってくるかもしれないっていう。ね。でも知らないよって、おじいのところでは知らないよ、トラブルが発生したんだ、いや知らないよ、ないない、トラブルが発生すれば管制に連絡する、じゃあ管制できないぐらいギリギリに起きたらね、本部で連絡してる、その後の話よね、でそれがもうとっくにニュースになっている、だからない、トラブルはない、ね、今出てるのはね、離陸のためにエンジン出力を上げていた、これは今まで見ていた映像の中でね、パタ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 やりながらね、うーって上げるのが、15秒か20秒ぐらいしてからね、なんか止まってから、それからブル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 ってこう上げ始めるからね、だからそこのところで省略すれば、このブル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 ってこう上げる出力から飛ぶまでが何秒かわからないけど、このブルブルブルって行くまでのこれを
時短すれば23秒になるよねってことなんだよ。だおじいの過去の動画を見てくれるのが一番いいけど、みんなめんどくさいから見ないでしょ。初期のお話を視聴者さんが投稿してくれて、でほら中でねこうやって指差しでやってる、あ本当だーっつって確認は、あの動画を見てないでしょみんな、ね、でそれから一連終わってからブル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 って速くなって、でブーっていくんだから、だからこのブルブルブルから行くまでに40秒じゃないんだから、ね、一連のこれから一定が過ぎてからブル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 が行ってるんだから、ね、だからここのところがそこまでの間にどれぐらいできたのかなっていう、だからこのブルブルブルから行くまでは短縮できないと思うよ、行ってあげるまでは。ちょっと気象の言ってる証言からというと、止まってから、ね、止まってから点検してエンジン出力を、ね、上げて、である程度上がったらバーっていくけども、このエンジン出力を上げていたらってことだから、点検があったってことなんだよ。点検があった、やっぱり同じ点検があった、それをやっていたってことなんだよ。だってそれこそ止まって40秒間エンジン出力を上げ続けることはできないじゃん。ブーを40秒続けてこう。どこまで行く？エンジン出力を上げていたら、上げていたらぶつけられたんだよ。上げていたら。40秒前からやったら上げきってる。エンジン出力を上げていたらぶつけられたの。この意味わかる？一字一句を正しく受け取るとそういうことになるんだよ。ただその言葉が機長の言葉が正確に活字になってるかっていうとそうではないし、捏造された可能性もある。でも今出てる内容から言うと、エンジン出力を、ね、上げていたらっていうか だからそれまでは上げていなかった時間が多かったよねって、そう思うのは当たり前じゃん。ブルブルブルっと上げてから行くまでは時間があるんだから。じゃあそのブル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 っていうのはね、なんで上げたんだろう、ローリング抵抗ではないのになんで点検してブーって上げたんだろうってね、ブワってすぐに行けるためにエンジン出力を上げていたのか、それとももう行っちゃうつもりで上げていたのかっていうと、行っちゃうつもりだったんでしょう。2つのあれがあって、その進入許可があって中に入っただけを1個だけ切り抜くのと、離陸許可があったから入った、離陸許可があったから飛んでいこうとした、この2つの意味があるのと、どっちをどう取るかの問題なんだよ。で離陸許可があって滑走路に入ったっていうだけなんだったら、だったらエンジン出力でブーッと上げて準備できましたってね、許可をくださいってはい、じゃあ許可しますでブーって行こうとした、この流れになったのか、ね、それとももう許可をもらって中に入ったんだから、ね、点検が終わってブーって上げて、じゃあそろそろ行くぞって思ったところにバーンって来ちゃったのか、この2パターンなんだよ。これどっちなんだろうってことね。ローリングテイクオフではないよねってこと。でおじいが言ってるのはインターデパーチャーね、ここを使うのは緊急だからみんなローリングテイクオフなんだって決めてる人がいるから、いたから、だからここはショートカットする意味ですよって、ここを使うのがみんなローリングテイクオフではないでしょう、違うよね、ここを使ってローリングテイクオフをするものなんかもしれないけども、ここの要請はただここからショートカットしたいっていう要請だけであって、ローリングテイクオフの要請とは違うよ、しかもその言葉は別にちゃんと命令語があるんだよって、それを言ってるの、おじいは。それを知らない人が多いってこと。でおじいが今言ってる意味を、あ、分かるっていう人と分かんないっていう人と分かれるんだよ、マップたちに。割合がどれぐらい多いかっていうと、あ、そうだね、おじいそれ分かるっていう人は1割に満たないでしょう。この内容関心ある人で、このチャンネルの住人はどうかわからないけど、でも全体的から見ると
死後、あ、もうインターナショナルデパーチャーなんだからね、もう緊急なんだから、あのみんなローリングテイクオフなんだよって、もう そういうのを入れられたらみんなそれを思っちゃうから、ね、そこなんです。十時だね、うどんね、昨日と同じ、今からおじいはうどん作って食べます。うどんね、もう買いだめしといたから128円のうどんね、だから 2個買いだめしといて、昨日の朝ごはんもうどんでね、あれなんだっけ、最近あれ食べるようになったんだよ、今まで食べなかった、エリンギ、ね、あれ食べなかったんだよ、おじいは椎茸しか食べないんだよね、あんな変ってこりんなものなんで流行ってんだろうと思って、でたまになんかあの100円ぐらいで売ってたんで、たまにはこっちのキノコも食べに向かって椎茸と一緒に買って、であの切って入れたら、あ、なんかこの食感嫌いじゃないと思って、あのエレンゲとセットでこう買ってきたんだよね。であのエレンゲをそのまんま1本食べて置いといたら、2日3日ぐらいでベチャってなっちゃったんだよ。え、キノコってベチャってなっちゃうんだと思って、キノコってしばらくの間ずっとそのまんま頑張ってくれるっていうか、水分が減って硬くなるだけなんじゃない、水入れば戻れないのかなと思ってたら、そうじゃないんだね、エレンギベチャベチャになってた。本当、まあいいや。はい、そんなわけでね、このお話は終わります、ね、で今回のお話もね、あのまた悪意があって取る人もいれば突っ込む人もいるかもしれないけどもね。はい、終わります。めんどくさいね、もうね、終わり。